それではプログラム第1部講演 Build Your Next ゴルフの飛ばす秘訣とはと題しまして、ヒューマンパフォーマンスコンサルタント藤本浩一郎様に講演をしていただきます。講演に先立ちまして、藤本様の簡単なプロフィールをご紹介申し上げます。早稲田大学卒業後渡米、オレゴン州立大学にて博士論文、エリートプロゴルファーのスイングの共通要素でヒューマンパフォーマンス博士号を取得されました。帰国後、人間の身体機能、脳の機能、メンタルステートなどを包括的に考慮した方法を用い、さまざまなスポーツ選手のコンサルティング、新習慣確立のコンサルティング、用具の開発などを手掛けられております。またあらゆる年齢レベルのプロゴルファーのコンサルティング、インストラクションを実施、雑誌の連載および著書が多数でございます。それでは藤本様にご講演いただきます。よろしくお願いいたします。
物を考えるときにその論理展開に制限を加えない限り、そこから出てくる情報っていうのはほぼ意味がないものになっちゃうんです。でこれは科学であれ、ゴルフスイングであれ、他の何かスポーツのパフォーマンスでも同じことなんですね。で科学的なその論理展開の方法って、これ2つ、機能法っていうのと演繹法っていうのがあって、機能法っていうのは、化学であるとか、薬を開発しますとか、そういうことですね、すごくベーシックなリサーチをやるものがあって、ある現象そのものをリサーチをしていって、それを組み合わせることで何かできないかな的な発想のが機能法っていうやり方なんです。でこの機能法っていうのは特性的に、どうやってもこれ相関関係しか成り立たないんです。A と B は関係がありますよっていうことしか成り立たないんですね。で機能法ではなくて、演繹法っていうもう一つの方は、例えば、ゴルフはすごくその演繹法で考えなきゃいけない例なんですけど、ゴルフっていうのは完全にこれ状況が決まってるんです。ルールが決まってます。14本のクラブ使っていいですよ、縦長に近いホールをただ1回の試打、あの試技ですよね、一打ずつ打っていって最終的に、スコアを少なくまとめましょう。でそれが評価基準なんです。でもう一つの特性というのは、その14本のクラブを使っていいんだけれども、一打一打をやる環境というのは毎回毎回異なりますよ。毎回異なる状況から毎回異なる目的に対して一打でやらなきゃいけませんよということが必ずこれゴルフとして決まってるんです。でその枠の中で人間が地球上でパフォーマンスをすることでそのスコアを減らしていこうじゃないかっていうのがゴルフなんですね。でこれ残念ながらゴルフのレッスン書にそういうことっていうのは一切書いてないんです。当たり前だなって思ってるのか、書かなくていいと思ってるのか、それは定かじゃないんですけど、少なくともそういう定義っていうのはなされていないですね。でゴルフというのはその必ず本来は僕のような立場から言うと演繹法できちっと検証していきましょうって考えなきゃいけないことなんですが、既存のレッスンは既存のレッスンである意味定義が決まってるんです。で皆さんこの定義ってほとんど考えたことがないと思うんですけど、今ここに既存レッスンの論理展開っていう話をちょっとしていきたいと思います。多分この、列記するのが8項目あるんですが、これを見ると確かにそうだよな、でも今まで気づいてないことだと思います。まず一つ目、既存レッスンの隠された定義というのがあります。平らなところでレッスンに書いてレッスン書に書いてあるほとんどの情報というのは平らなところで打ってますよっていう前提条件の中の話をしてるんですね。フルショットで、まあ、いくつかアプローチの項目とかっていうのはあるけど、スイングがああだこうだって言ってるのは平らなところでフルショットをします。で結果として出そうとしてるのはまっすぐの球を打つ時のことですよっていう制限が加えられています。でこれまあ4番目は どうでもいいんですけど、その時々の注目選手が打った時にっていうのは大体あるんですね。10年前は誰々さん、今になったら誰々ですわっていうような、その時々ホットな選手を持ってきて新しいことを言ってるようなイメージを与えてるんですけど、実際には中で言われてることっていうのはほとんどというかですね、これ実際にレッスン書が最初に出たのってメインとして出たのが1959年にベン・ホーガンの本が出たのがほぼ最初って考えていいと思います。であの時代から内容的なこと定義的なことっていうのはほとんど変わってないのがこれゴルフのレッスンの世界なんですね。ものすごく新しいことが毎年毎年いっぱい出てるように皆さん多分感じてると思うんですけども、本質的な部分というのは1950年代後半から一切変わってないです。例えばビデオを使ってコンピューターを使ってスイング解析をしましょう、スイング分析ですよ、科学的ですよっていうサービスが結構あるんですが、蓋を開けてみればせっかくビデオを撮ったのに静止画で止めて線引いてるじゃないですか。これもう何十年も前から写真に対してやってることと何らインフォメーションとしては変わらないですね。でそれの前提条件にこれがあるんです。平らなところからフルショットでまっすぐ打った時の形ですよっていう前提をもとにして説明をされてるんですね。で結果的にこれ表面上に現れてるわけですね、写真を撮るわけです。で結果的に表面上に現れる形のうち説明に都合のいいところだけを選択してこれ説明してるんです。さっきちょっと雑談をしてたんですけれども、皆さんがなんであのレッスン書が分かりやすいかっていう、例えばさっき僕がお話ししたみたいにバックスイングでシャフトが水平になった時にはフェースが正面を向きますよ
なるほど、優しいじゃないと思うんですね。水平と正面だから優しい。